世界のジャパンチャンネルへようこそ。好きな海の生き物ランキングではトップ10入りすることもあるほど人気があるクジラ。日本では可愛いイラストで描かれることも多く、子供の頃から馴染みがある海の生き物ですよね。今回はサメ被害の原因とされるクジラの増加と、反捕鯨国として有名なオーストラリアが出した捕鯨声明に対する海外の人々の反応についてご紹介いたします。近年、オーストラリア沿岸部でのサメ被害が急増しており、この事実に対しクジラの増加が原因かもしれないとの見解が話題になっています。反捕鯨国オーストラリアのグライデンバーグ環境相は、海岸でのサメ被害が増加していることを受けて、餌とするクジラが増えたことが原因でサメの数も増加している可能性があるとし、科学調査を行った上で捕獲すべきとの声明を発表したようです。環境省は政府系研究所の連邦科学産業研究機構 CSIRO に対し、サメ遭遇事故の増加とクジラの生息数の増加に因果関係がないか調査するよう指示を出しました。環境省は西オーストラリア州でサーフィン中にサメに襲われて死亡した若者の近親者と面会し、今後の対策強化を約束。同州内だけでも2000年以降に15人がサメの犠牲になっています。サメの襲撃が増えたのは厳格なクジラの保護により、沿岸でクジラの数が増えすぎてしまい、クジラを捕食するホオジロザメも集まってきたというのが一因のようです。対策としてホオジロザメを保護対象から外し捕獲すべきだという声もあります。オーストラリアではすでに生息数を調整することを目的として、カンガルーやコアラの殺処分を行っています。今後こうした対策がクジラを対象に反捕鯨国筆頭のオーストラリアで行われるのかどうかについて、世界中の注目が集まっているのです。オーストラリアは反捕鯨活動の中心的存在だった国だけに、環境省の発言に対しては驚きの声が寄せられていました。ここからはこの発表に対する海外の人々の反応をご紹介いたします。10年前から同じようなことが言われてるよな。クジラの頭数が増えてるって？まさか当初の半分にも回復してないでしょう。だからサメの数だって増えてるはずがないよ。人間が増えたことと関係しているんじゃないだろうか。きっとサメ漁が行われなくなったことでサメの数が増えすぎたのが原因だよ。これも緑の党のせいだ。サメは海の掃除屋なんだよ。サメの他にクジラの死体を食べる存在がいるの？エビやカニやロブスターと同じで、人間がこの掃除屋を取り続けたら海が大変なことになるよ。これはすでに研究されているよ。サメの襲撃が増えているのはライフガードのいないビーチで泳ぐ人が増えてるからだよ。クジラの増加が原因だったらどうするつもりなの？オーストラリアも捕鯨を再開するの？アザラシの数との因果関係については調べないの？他にやることがたくさんあるだろうに、時間とお金の無駄だよ。サメが海の生物を食べているのは分かりきってることでしょ？すべての漁業はちゃんと管理されてないとね。それはサメも同じだよ。でもうまく管理をするには生息数に関する研究が不可欠だから、調査を進めるという判断は支持するよ。いいことだと思うよ。数が急激に増えているなんてありそうにないことだけど、調査することは理解につながるしね。でも数が増えたからまた殺そうなんて身勝手な考えに見える。クジラが増えると巨大ザメが近くに来るというのは有名な話だよ。数年前にこれについて論文を書いた。2世紀にわたる乱獲で絶滅寸前まで追い込まれたクジラとアザラシの数は今では徐々に回復してきてるよ。オーストラリアのサメの数は150年前の水準まで戻っている。これは健全なことであり、ポジティブな進展だよ。
単純に日本人に聞けばいいだけでしょ。どちらの死に対してもほぼ科学調査が完了しているんだから。以上が海外の人々の反応になります。フライデンバーグ環境大臣はクジラの生息数について何が起こっているかよりよく理解したい、なぜならクジラの死骸をホオジロザメが食べていることを承知しているからだ、というコメントも出していました。ザトウクジラやミナミセミクジラなどは5月から12月にかけての繁殖期、西オーストラリア州沿岸部に移動してきます。するとホオジロザメをはじめとする大型のサメもその付近に集まってくるのだそうです。日本鯨類研究所の大隅誠治名誉教授の話では、サメは生きたクジラを襲うことはありませんが死骸は食べます。クジラが増えれば自動的にその死骸も増えますから、サメにとっては食料が豊富に得られることになります。するとサメの個体数が増加し、当然人間との遭遇確率も上昇する。しかもオーストラリアではクジラだけでなくホオジロザメを含む全てのサメも保護対象になります、と語ります。元水産庁漁場資源課長で東京財団上席研究員の小松正幸氏は次のように語っています。科学的見地からは反捕鯨に理屈は見つかりません。なぜならクジラが絶滅するようなことはなくなったからです。それにもかかわらずオーストラリアが反捕鯨を唱え続けるのには理由があります。一つは国益のため。皆さん知っての通りオーストラリアは畜産大国なので、クジラよりも牛や豚などが食卓に並ぶ方が国が儲かるからです。こうした理由からエコテロリストと言われるシーシェパードをバックアップする姿勢も未だに崩していません。もう一つは国民受けするからだという理由です。オーストラリアには未だに白人国家だった名残があります。そのためクジラやサメを食すような東洋的で異質な文化を叩けば、政治家は国民の支持を得やすいのです。挙句クジラやサメよりも人命が軽んじられるという結末になってしまいました。とにかくこれは本末転倒としか言いようがないのです。日本では2019年7月1日に31年ぶりとなる商業捕鯨を再開しました。国際捕鯨委員会 IWC は1986年に世界規模の商業捕鯨モラトリアムを発表しましたが、日本は2018年末に IWC からの脱退を決定。日本の捕鯨業界はこの決定を歓迎したものの、環境保護団体は捕鯨再開はクジラの絶滅危惧種の生存を脅かすと批判しました。日本国内の鯨肉に対する需要は減少しているにもかかわらず、日本はなぜそれほどまでに捕鯨を進めようとするのでしょうか。かつてクジラ漁師として活躍した前田光彦さんは、日本には鯨肉を食す文化があり再開は当然と語っています。しかし自身は捕鯨業に復帰する予定はなく、今後も今の仕事を続けると話し、ホエールウォッチングと捕鯨とが共存できれば、と語りました。IWC によると、日本は2017-18年の捕鯨シーズンに計596頭のクジラを捕獲したといいます。その大半は南極海で捕獲されましたが、北太平洋でも捕鯨が行われており、日本政府は捕鯨は日本の文化や伝統の極めて重要な要素である、と日本の捕鯨権を主張してきました。商業捕鯨は再開されたものの、日本の捕鯨産業はある深刻な問題を抱えています。それは鯨肉に対する需要の減少です。鯨肉は第二次世界大戦で荒廃した日本で、人々の重要なタンパク質源としてとても重要なものでした。日本政府の統計によると、1964年の鯨肉の消費量は15万4千トンに上り、また70年代、80年代頃には
クジラの竜田揚げが学校給食の定番メニューだったといいます。しかし、2017年に日本人が食べた牛肉の総量はわずか3000トンで、国民1人が1年間に口にした牛肉の量は大さじ2杯分ほどに過ぎませんでした。このような状況の中、日本の捕鯨産業は斜陽産業であるにもかかわらず、政府からの補助金のみによって延命されているとの批判の声が上がっています。水産庁は2019年度予算案に捕鯨対策として51億円を計上しました。クジラ料理を出す店からは、今回の商業捕鯨再開をきっかけに今の日本の若者が再び牛肉に目を向けてくれることを願っているとの声が多く寄せられています。いかがでしたでしょうか。動物と人が関わっていく上で大切なのは、お互いを尊重し干渉しすぎないことでしょう。サメに襲われる事案では、人が遊泳禁止区域に入ったことが原因とされるものもあります。こちらがルールを守れば防げた事故もあったかもしれません。皆さんはクジラの増加がサメの増加につながると考えますか？また、捕鯨に関してどう思われますか？よろしければコメント欄でご意見をお聞かせください。動画をご覧いただきありがとうございました。グッド評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。またのお越しをお待ちしております。